名鉄執行線。執行線は、愛知県名古屋市南区の大江駅から同市港区の東名古屋港駅までを結ぶ名古屋鉄道名鉄の鉄道路線。かつて、執行支線と称していた時期があり、執行支線と呼称される場合は、常滑線の支線として扱われた。沿線の工場への通勤路線である。極めて短い鉄道路線であるが、名古屋臨海鉄道到蓄線。 東港線経由で東海道本線とつながっており、車両、資材の搬入や廃棄車両の搬出に使用されている。また東、名古屋港駅からは名古屋港 OF 島への引き込み線が伸びており、こちらは車両を輸出する際に用いられる。そのため、東路線は地元の鉄道産業にも欠かせない路線の一つとなっている。 名古屋臨海鉄道東地区線との交点はほぼ90度の平面交差ダイヤモンドクロッシングとなっており、現存するものでは珍しい存在である。また、その先の名電実行駅横では、廃車車両の搬出が行われる。運賃計算区分は B、運賃計算に用いる距離は営業キロの1.15倍。なお、鉄道要欄による起点は防衛機だが、 列車運行及び旅客案内、列車番号の設定においては、東、名古屋港駅から大江駅へ向かう列車が下り、逆方向が上りとなっている。筑港線及び床滑線の全線は、東海地震の防災対策強化地域に含まれており、東海地震に関する警戒宣言が発令された場合、列車の運行が救出されることになっている。 昭和40年代までは、名鉄屈指の貨物路線であったが、名古屋臨海鉄道の開業により、愛知県から運行委託されていた7号地、昭和不島、8号地、船見不島、9号地、潮見不島への郊外側線を同社に移管したことで、名鉄が受け持つ貨物の輸送量は激減し、貨物営業は1984年に廃止された。 1991年5月から2004年10月まで、実行線に沿って、中部 HSST 開発の HSST 方式によるリニアモーターカー実験線が設けられ、実験運行が行われていたが、終了時に設備が撤去された。また、1992年、平成4年運輸政策審議会答申第12号においては、桜本町駅から稲栄駅に至る南部線、 事業主体未定の計画があり、大井駅東、名古屋公営機関では、同じく筑工線に沿う路線となるが、こちらは、中量軌道系の交通システムとして整備すべき、路線と位置付けられており、普通鉄道として整備されるかどうか不明である。二千十三年四月一日改正時点で一日平日、二十往復、土曜日十二往復、休日八往復の線内折り返し列車が、 朝夕のみ運転されている。昼間9から15時台の運転はない。全列車ワンマン運転を行っている。またこれとは別に、平日4往復の不定期列車も設定されている。大江東、名古屋港の所要時間は3分である。ワンマン運転開始以降、筑行線の運転は、大江駅の運転係員が担当しており、それまで担当していた神宮前乗務区の乗務員は、 執行線に関わらない。1980年頃までは、新名古屋、現、名鉄名古屋方面との直通列車も最大4両編成で、運転されていた。新名古屋発は7時台で、末期は普通列車であったが、1960年代は、急行、または、準急列車として運転されていたこともあった。戦中以降の実行線の旅客列車は、未伝走。 または伝送を解除されたモーターを持たない電車の前後を2両の電気機関車で挟んだ編成で運行されていた。この運行形態は1969年まで続けられ、1966年までは木造単車差10型、差20系、差50系、半高性単車差120系、木造ボギー車差2111から、 元ガソリンカーの差2060型までを含む小型車5両から8両、それらが淘汰された末期には3800系と同一車体の差2250系、2台3両が使用されていた。その後3800系の 1M 2 t 編成、区2815も3818区2816を経て、1975年から1985年までは、 廃止となった東農鉄道脱線から転じた名鉄では珍しい西部鉄道系の3790系専用編成が運行されていた中間付随車は全室の区2815を流用3790系の廃車後2年間は AL 車2両による運行さらにその後も2代目3700系の増結制御車区3716や3両固定編成の つり掛け駆動方式車、二代目三千三百系の運用実績もあり、本線区では最後まで旧性能車が残っていた。二千三年三月に三千三百系が撤退し、それ以降は三千百系三千百五十系もしくは六千系、六千八百系の二乗編成により運行されていたが、大江駅五番ホームの有効庁の関係上増結ができなかったことから、 平日ラッシュ時は混雑が激しかった。このため、大江駅5番ホームの延伸、拡幅並びにかさ上げを実施した上で2009年10月3日にダイヤ改正が行われた。これにより数本減便されたが、5000系が投入され、2両編成から4両編成に増結されたことで輸送力が増強された。また、2011年3月26日改正から、 ワンマン運転が開始されたが、当線だけは、車両は変わらず、平日と休日とも5000系で運転されている。東、名古屋港駅と、大江駅の他に旅客を扱う駅がなく、大江駅の築港線ホーム入り口にて、東、名古屋港駅での修札にあたる業務が可能であり、運賃収受にかかる特別な装備を必要としない、ためである。車両は、行き先表示器が、 LED 式になった後も、大江東名古屋港の行き先系統版を別に装着して運行される、普通の種別表示は使用。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。